ちょっとした振る舞いに、経営者一族、という態度が現れていたようだ。1月24日放送の NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ、第78回では、作業の部品工場で営業会員を務めるヒロインの岩倉舞、福原遥は、大企業の部長と差しで会話する場面があった。そこでの振る舞いに驚く視聴者も少なくなかったという。舞が勤める株式会社岩倉では4年前に前社長で父親の浩太、坂橋勝則、が急逝。妻のめぐみ、長作ひろみ、が社長業を継ぎ、パイロットになる予定だった長女の舞は航空会社の内定を辞退し、営業担当者として入社していた。バル、そこから4年が経ち、岩倉の経営は順調。営業家のエースとなった舞は亡き父の夢である、航空機の部品を作る、という目標に向けて、中小企業を対象にした、航空機産業参入支援セミナー、にめぐみを連れて参加。経営体力の乏しい中小企業が手を結び、共同で一つの工場を作るというアイデアを披露していた。そのアイデアに感心したのが、菱崎重工業の荒金正人事業本部長、鶴見慎吾。セミナー終了後、舞のもとに歩み寄って議論を交わしました。亡き父の夢を継がんとする舞は大きな希望に満ちており、実に堂々とした態度で荒金に対応。荒金は、うん、面白い、と総合を崩していたのです、週刊誌記者。終盤では荒金が岩倉をサプライズ訪問、物語が大きく動き出しそうな気配を感じさせていた。またもや舞が大仕事をやってのけそうな雰囲気だが、今回は舞の大物ぶりも示されていたというのである。舞が荒金に渡した名刺には、営業課岩倉舞、とだけ書かれており、4年目にしてまだ平社員の様子。身内だからと言って、こひいきしないのがめぐみ流の経営術なのだろう。ただ、すでに営業課のエースとして一線級で働いているからには、せめて課長代理くらいの肩書きを与えた方が実務上もスムーズにいきそうなものだ。そんな平社員の舞だが、気持ちの上ではすでに岩倉を背負って立つ経営陣の一人といったところか。普通の会社なら1階の平社員が社長を誘ってセミナーに参加することなどあり得ず、そこはやはり経営者一族ならではだろう。セミナーでは発言の際に、株式会社岩倉の岩倉舞です、と自己紹介。それを聞けば誰でも、舞が経営者一族であることはわかるに違いない。しかも舞は、将来の岩倉を率いる、次期社長、舞の態度を見せていたというのである、荒金から歩み寄って挨拶された時、まずは社長の恵みを紹介するのが社会人として常識的な振る舞いでしょう。ところが舞は、まるで自分が岩倉の代表者であるかのように振る舞い、恵みのことは完全にほったらかし。その態度は、私が岩倉の未来を決める、という妙な自信に満ち溢れているようでした。前出、週刊誌記者。普通の会社なら社長の恵みが、なぜ私を紹介しないのか、と激怒するところだが、実際には舞と荒金の会話をただ傍観していただけ。そこはやはり、娘の舞が自らの後継者であることを自覚していることの表れではないだろうか。そんな母親の態度はおそらく、社内でも日常的に露呈しているはず。岩倉の従業員たちは、舞が次期社長、と思いながら働いているのかもしれない。